このなくしそうなやつが危ない。まじまして、模型のロマンを探索する模型所探索です。今回はホンダ NSX95 号を組み立てます。こちらは探索団のアラワングマさんに送っていただきました。いつもありがとうございます。NSX の組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。探索のチャンネルではジャーゴスティーニさんやアシェットさんの週刊パートワークものを中心に作っています。チャンネル登録、いいね、評価、いつもありがとうございます。平べったいパーツだね。おい、でもいっぱい入ってる。それでは早速作っていきます。頑張っていきまーしょい。95号はテールランプなどを組み立てます。リア中央のテールランプなどを組み立てる。リアボディパネルにテールランプやエンブレムなどを組み合わせましょう。また今までに組み立てたミドル真ん中のボディパネルにリアフレームを接続します。ついに合体ですね。パーツはこれがテールランプ、結構濃ゆいね、赤ね。そしてこれかっこいいんだけど、よく見るとこんななんか網網になっちゃう。これが左右で2つ、裏はねこんな感じ。これなんかかっこいい。あ、この網網が映ってんのか。それからこれがじゃじゃーん、ホンダのエンブレムです。キラーン。それからこのなくしそうなやつが、危ない。このなくしそうなやつがライセンスプレートライトレンズが2つ、これ同じものだね。で両面テープとビスと LED が1個だけ長いのがついております。これ便利だよね。結構長いね。はい、パーツは全部ありました。そしたらこの両面テープの長いの4つは同じものみたいなので、これをここに貼ります。え、はみ出ていいかな。そしたら LED をこの中入れます。で両面テープ剥がしてこれを貼ります。そしたらこれをこの穴4つに入れます。上からお、入った。コードは束ねときます。こんなにコードが長いということは、結構基板が前の方にあるんだね。そしたらこの透明のレンズをここに入れます。NSX ってね、全然接着剤使ってないけんね、すごいよ。こっちが丸くなっちゃうけん、外側。はい。ちょっと接着した方が良くない？これ。簡単に入っちゃう。そしたら、このエンブレムを、ここに刺します。おー、かっこいい！うわー！すごい！本物みたい。そしたらこっちの銀色の面に両面テープを貼ります。あ、だだだだだ。
両面テープ剥がして、これがここです。おわ、下から貼るか。下入れてこうできた。下入れて、あ、よいしょ、できた。お、下から入れるといいです。じゃーん、いいですね。そしたらこれとこれがいよいよでかいのが合体します。で、確認するのがこことこの穴とこの穴とこことここ、それからこっちはこれとこれとこの穴にこう入るみたい。ちょっとその前にこれがね、逆だったんですね。裏表逆で、スーさんから新しいね、中村スーさんがね、これを送ってくれました。ツヤありの方に両面テープ貼るんだよっていうことで、78号参考に新しくこちらを送ってくれました。ありがとうございます。なのでツヤありの方を、に両面テープ貼ると分かりやすく書いてくれています。剥がせるかな。その前にまずこれが剥がせるかどうか、まあ、これも両面テープ貼ってあるんだけど、だ、出して中からえ、バリッといく。あー、傷ついてた。まあ傷ついてもいいんだけど、あ、取れそう。お、あ、いけた。あ、よいしょ。はい、じゃあこんな感じで両面テープを貼ります。じゃーん、よいしょ、おー、綺麗。よし、じゃあこっちのツヤなしの方が表になるようにして貼ります。お、できた。おー、ツヤなしになりました。中村すーさん、ありがとうございました。よし、じゃあこれで合体します。これはそのままでいいのかな。こことここ、こことここがあって、これがここに行くはずだから、スピーカーで付っかえてる。あとこれだけ入らないんだけど、このスピーカーは邪魔してない？ここはもうこれ以上いかないんだけど。え？全然届かん。どうするんだ？え？無理だよ。あ、ま、あ、違った。これ別物だった。全然ここについてるかと思った。関係ないね。よし。じゃあ頑張って入れるしかない。
多分ネジの跡がここについちゃってるけど全然届いてないよね。なんかここにこれがなかなか入んないな。あっちは奥まで入ったけどこれは入んない。とりあえずここをねちょっと削ろうか。あー削れない。ちょっとこれが小さかった。あとここもねすごい入りにくいみたい。あー入らん。ここは入ったんだけどこっちがどうかな。ちょネジ切りはしてあります。こっちは OK。 問題はこっち。ここがね隙間があるんだよね。なんで？穴は見えてるんだけどな。これ半分ぐらいしか開いてないな。あ、ここだ。せーの、はい、はい、はい、で回して、ちょっと回して、まっすぐまっすぐまっすぐ入れて回して、どう？まっすぐ。オッケー。ありがとう。できたできた。オッケー。いやありがとう。イエイ。バイバイ。ありがとう。はあ、コタン君に手伝ってもらいました。こっちもやってほしかったけど。あ、なんかメキメキいってるけど大丈夫？あ、なんとか入りました。ちょっと斜めだけどもう斜めにしか入っていかない。ちょっとネジをこんな感じで入れました。できた。合体しました。めちゃめちゃ大変だった。ちょっと一人では厳しかったな。はい、ここもねツルツルじゃなくなってこことここが馴染んでよかったね。はい、無事合体しました。でかく重たくなりました。はい、今回はこちらの合体がめちゃめちゃ大変でちょっと一人でできなくてコタンクに手伝ってもらいました。無事ミドルボディとリアフレームが合体できました。それでは次回の96号はヘッドライト左などを組み立てる LED がついています。お楽しみに。最後まで見ていただきましてありがとうございました。 NSX の組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。そしてタンサックはしょっちゅう模型作りの生配信もしています。
ぜひチャンネル登録をして遊びに来てくれると嬉しいです。はっ、おー、いい感じです。それではまた次の動画でお会いしましょう。タンサックでした。だんだん、また見てね。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。今回もタンサックの動画を見てくれてありがとうだぜ。このチャンネルでは、デアゴスティーニやアシェットの週刊シリーズ、ガンプラなど模型作りを紹介してるんだよね。そうだぜ、週に2回 YouTube ライブも配信してるので遊びに来てほしいぜ。よかったら励みになるのでチャンネル登録よろしくお願いします。そして登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしく頼むぜ。それではまたねー。